女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。竜巻！やるな。ガツンとかますわよ。任せて。こんな。喉渇いちゃった。ねえサンジ君。俺は。やる気みてえだな。おいおい、あいつやべえぞ。引かねえなら切るまでだ。竜巻！さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのバズーカ！よし、飯にしよう。この力があれば。力が戻ってきたね。私の成長はようやく感覚。マリモのやつには負けね。少し強くなったぞ。悪くないわね。今の力を試すにはうってつけだな。トナカイだからって舐めるなよ。チョッパー肩慣らしといくか。竜巻！やるか。ゴムゴムのデストラやるな、ルフィ。俺は負け。この力があれば技のやった。みんなの役に。いい調子だ。必要な力なら。お、はしごだ。あったぞ、装置だ。Thank you.
女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。ゴムゴムのバズーカ。いい度胸だ。聞かねえよ。来いよ、切られる覚悟があるならな。鬼やるな。タウンポイント。やってやろうじゃない。いくわよ、サイクロンキレッポン。お嬢ちゃんだ、ナミ君。そう、まだまだこんなもんじゃないわよ。よっしゃ、私の成長は止まる。よっと、はっ、よし、来れたぞ。便利な体だな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。覚悟しろ。竜巻！任せろ！ゴムゴムの！ようやく感じから。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。おりゃー！おお、
ようやく出れたぞ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリング。俺に任せろ。そこをどけ。何やろうっての。任せて。何なのよ。怖えお嬢ちゃんだ。そう、よし。暴れるぞ。竜巻。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。やるな、ルフィ。今なら。おい、見ろ、下だ。かなり上から伸びてるみたい。あ、スイッチのやつだ。よし、下も見てみようぜ。こいつがイカ槌の巨像かよ。古い紋章がついているわね。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。いけるか。ゴムゴムのバズーカ。うわっ、俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。アームポイント。
切りがいがありそうだ。そっちか鬼。行くわよ、サイクロンテンポ。ちょっとは本気出さねえとな。俺がゴムゴムのカミナリなら効かねえ。あの巨像を倒せるとは俺はまだまだ強くなる。こんなところで満私の成長は止まる。俺が万能薬にな。成長を実感できるほど。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものはつかめねえよな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？ん？こいつは。どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でも、あの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ、何を企んでやがる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする？万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。
なキューブだけど、こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがねえから。食うのかな？こんな量食えねえぞ。あんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。っとっと考えるの、それからよ。よっ、おっとっと。それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできたナミがそう言うなんて相当ね。その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。私の出番ね。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろいろ試してみるしかねえな。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。何しやがれ。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。見て、小さな砂浜のところ。奥にいるのそうじゃない？どれどれ。ああ、あれはリムで間違いねえな。よし、うひゅている。うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付けるのは
彼の言葉だけだもん。でも。ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。なんだここは。なるほど。でも、はあ、ここはキューブを自由に扱える空間よ。私たちはここを。すげえ！不思議空間だな。不思議。まあ、呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。旅立ってからどうするの？聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、
最初のキューブの奪還に成功した。しかし事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。もしかしてアラバスタか？ビビちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出の中なのか？すごいわね。本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの？どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな、バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから、それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのが、あなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ？ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ？だからよ、記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実より厳しいものになっているはずなの。え？そりゃどういう仕組みだ？簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか？俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ？ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？大体ここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界なんだ？まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。
さて。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？任せろ。あれ？あたしの出番ね。よいしょっと。行くぞ。よし。やってやるぜ！クロカット！
クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。クロカプト、クロカプト、うりょ。この道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。しししし、また会えたな、メリでさえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？俺は医者だ、見せてみろ。おかしいな、熱もないし脈拍も正常だ。おいおい、
チョッパーにも原因がわからねえなんて、相当やばい病気なんじゃねえのか。きっとアラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか。違う、前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でもおかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。薬を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。はっ、言えた。なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。急病人だっているのにひどいことするなよな。黙れ、俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様らなどにとやかく言われる筋合いはない。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ、文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパー、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやーすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろう、
実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。何言ってんだウソップ。いいからここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですやね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。繊維がこう言ってるが、どうするルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、どうすっかな。ゴムゴムのブレッド。来いよ、切られる覚悟があるならな。そっちか。一刀流、いよい、シッソンソン。まだだ。任せて。どれどれ。いただき。みんなは俺が助けるんだ。行くぞ。ポイント確定。ロゼオン、俺が相手だ。ゴムゴムのバズーカ。サンダーボルト連発。俺がまとめて相手してやる。トラッリー。俺が相手だ。アウンポイント確定。ロゼオン、邪魔だ。ゴムゴムのビンドラ。準備 OK。 行くわよ、サイクロクレッポ。俺に任せろ。覚えとけ、俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。よし、これで薬は全部回収できたな。だけど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回さっきの店の人に聞きに行かねえか。そうだな。それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認しないといけないしな。物資を奪うとかクロコダイルもひどいこと考えるよな。でもよかったの？
私たち以前と随分行動が違うけど、何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分ってお前な。